こんにちは、ホタルグサです。今日はリップフラワーでまんじゅうしゃげですね、彼岸花とも言いますけれども、こちらをもう一回作っていこうかなと。昔作ったことあるんですけどね。2センチのゲージパイプでこんな感じでね、お花の方を作っていきます。使ってるワイヤーは28番の白地ワイヤーですね。こちらを3回巻きつけて、間は2回くるくるとゲージパイプ回しています。1枚目の花びらを挟むようにしてワイヤーをねじって留めて、平やっとこを使ってね、花びらを、とんがらせるというか、先端をねとがらせるために今挟み込んで、そして指の腹を使ってね、このように、そしてね、最初にできればここのね真ん中の穴のところは広げておいてください。やるのを忘れたので後になってやってますが、後でね通して組み立てていきます。一つのお花につき2セット必要になります。でこちらですね、3センチゲージですけれども、こちらも28番の白地ワイヤーですね。3回ギリギリなので結構ね真ん中ぐらいで作っていただきたいんですが、3周回してこのようにゲージのね溝に通して、ねじって留めます。これがねこの彼岸花まんじゅうしゃげのこのピヨーンと出てるね部分になるんですが、このように根元を潰して、いただいて、ここをねボンドや接着剤で留めておいてください。はい、でこれでですね、乾いたものがこんな感じですねなるので、このてっぺんの部分を切っていただいて、それぞれね3本3本になると思うので、平やっとこう使って、このようにしてくるっとね、キュッと、少し長さがねばらけてしまったりするんで、そういう時は後から一つだけでもやっていただいて、こんな感じでね丸を作っていただきます。前回はねここにビーズを通したりとか、あとはビーズを貼り付けたりとかね、した回もあったんですけれども、今回はできるだけ簡単に作りたいということで、やっていこうと思いますので、こんな感じでね6本だけ、ワイヤーを出すようなイメージで簡単に作っていこうと思います。初心者の方でもね、綺麗な彼岸花まんじゅうしゃげ作っていただけたらなと思います。今回はレッドのディップ液でディップしていきますが、お持ちでない方はねクリアでディップしてから、ストレンスナーつけて、その後にね、塗料を持ってお持ちの塗料やマニキュアなんかでね赤く塗っていただいたり、あとね白なんかでも綺麗ですよね。こんな感じでメラミンスポンジに立てます。少しね揮発してしまっていて、ちょっとディップ液硬くなっていたので、このあと、薄め液ですね、ディップ液用の薄め液を入れてかなりサラサラにしました。なぜかというと、このね、ワイヤーだけの部分、これもね実はディップしてしまいます。今回簡単にね作りたかったので赤く染めました。なのでこれ膜がつく必要はなくてですね、なのでできるだけサラサラにしていただいて、こんな感じで色をつけるイメージでねディップしたんですが、少し30分ぐらい置くとこのようにね、垂れた部分がちょっと目立つので、そこをね切っています。今まあバリ取りみたいな感じですね。プラモデルなんかやったことある人はわかると思うんですけれども、余分なディップ液つきすぎてしまった部分をこのように取ってあげます。はい、こんな感じにね、まあ、やっていけば色を塗ったりするよりもね早いかな、どうかな、この面バリ取りがちょっとね時間かかるんでね。その後ねストレンスナーにすべてつけてしまいます。根元までねしっかりつけてください。はい、で乾いたらですね、まあ、1セットを今回は作っていくので参考にしていただければいいんですが、このように目打ちでお花にはどちらも穴を開けてください。真ん中部分ですね。でワイヤーをね切っていきます。まずこちらのピロピロ出てるのは1本、お花の方も一つは1本、そして真ん中は全て切ってしまいます。こんな感じですね。ちょっとストレンスナーもついてたのでそこも切っておきます。でこの部分ですね、おしべ、めしべ、この部分をこのように花に通してあげてですね、まあ、大体の位置を決めてあげて、それからもう一個のお花の方ですね、ワイヤー残したお花を下にしてあげて、ワイヤー同士をねじって留めるという感じですね。これで一つなんですが、よくねこれ6個作りましょうみたいな形で今まで言ってたと思うんですが、今回7個作ってみました。この前ちょっとね散歩中なんですが、
実はつぼみが7個あったり8個あったりする花もあって、あ、じゃあ別に6個っていうね決まりはないんだなと思って、ちょっとね丸い半円ドーム型をねイメージしたかったので今回は7個作りました。でこんな感じでねそれぞれにフローラルテープを巻いて、形を整えてですね、こんな感じで持っていただいて最後もテープで留めていきます。でこれだと少し茎が短いので、見てお分かりの通りね、まあ、これでブローチとかにするんであればこのままでも十分ね使えるんですけれども、ちょっとねブローチ彼岸花ブローチにする方もあまりいないかなと思うので、茎をね22番のグリーンワイヤーですね、こちらを、2本持って、3分割ぐらいですかねにしています。まあね別に買える方は18番とかもうちょっと太いワイヤー買っていただいてそれを茎にしていただいても大丈夫です。はい、でこんな感じでねくるくるローラルテープで巻いていって彼岸花完成かなと思います。今回はねかなり作りやすいようにねアレンジしているので、もしよかったらね作ってみていただけるといいかなと思います。今の時期ね綺麗に咲いてますからね、季節の花っていう感じでいいかなと思います。はい、あとはね少ししっかりめに巻きつけてあげて完成ですね。はい、今回はねまんじゅうしゃげ作ってみました。またよろしければチャンネル登録高評価していただけると嬉しいです。